麒麟丸を滅ぼすのは人間でも妖怪でもない、そして時空を超える存在があなたを倒す。この言葉が今はなき思考の玉の予言なのですが、実際に予言されたってシーンが描かれておらず、このようにゼロが麒麟丸に伝えたよっていうだけなので、もしかしたらこの予言なかったっていう説もあるんですけど、まあ、今回はこの予言があったっていうのを前提としまして、人間でも妖怪でもないっていうのを条件1、時空を超える存在っていうのを条件2としまして、この両方を達成している存在は犬夜叉夜叉姫内に説として何かあるのかなっていうのをちょっと考えていこうかなと思います。まず説1としまして、ゼロと麒麟丸も考えている通り、汎用犬夜叉と、まあ、それに関わるものだね、これが正体なのではないかという説があるんですけど、これはまず条件2から言っちゃうんだけど、時空を超えるっていう点は犬夜叉はね、何度もカゴメを探しに井戸を通じて現代に行っておりますし、その娘モロハ、摂政丸の娘刹那とはも根の首時代樹を通じて時空を超えてね、現代と戦国時代行き来していることから、まあ問題ないのかなと思います。でも次の人でも妖怪でもないっていう点なんですけど、ここが正直ね、俺微妙かなと思いまして、まあ確かにね、人でも妖怪でもないっちゃ人でも妖怪でもないんだけど、逆に汎用って人でもあるし妖怪でもあるよね。だから一番予言と違うっていう風にも考えられちゃうから、まあ、正直個人的には微妙かなと思ってます。続いて次の説2に入る前に、そもそも犬夜叉内における種族について説明をしたいんだけど、細かく分けるとね、もちろんいろんな種類がね暮らしているわけなんですが、大きく分けて3種族いるみたいで、1つが人間、2つ目が妖怪、そして3つ目が神族って読むのがちょっと分かんないんだけど、ウィキ調べによると、この神族っていう人間妖怪と並ぶこの世の3種族の1つ、神と眷属である精霊の2種類がいる。神は人間によって野生に祀られ、一定の区域を土地神として守り、精霊は神の眷属として神を支えている。姿は妖怪に似るが全く別の種族であり、妖気や妖力は全くない。基本的な善よりの性質で、情感の力を宿す神通力を秘めている。人間に害をなすことは極めて稀だが、もし敵に回すことになれば妖怪よりも厄介であるとされていたっていうような存在がいるそうで、前作犬夜叉の方でも水神、猿神、あとカゴメにね弓をくれた梓山の精霊、これがね該当します。そして神族であることからしまして、第一の条件である人でも妖怪でもないっていう条件をクリアしているっていうことから、この神族がね一番可能性的には僕はね予言の正体として可能性が高いんじゃないかなと踏んでるんですけど、じゃあそうなるとね、具体的に誰になるんだって話なんですが、まあ先ほども言った通りね、水神とか猿神、ビニアシャで出てきたやつですね、あとその眷属である小猿たち、まあこいつらが七宝と激闘するっていうね話があるんだけど、その戦いの後にめちゃくちゃ急成長して、もう麒麟丸を脅かすっていうぐらい力を蓄えたっていう話だったら、僕はもうめちゃくちゃそれ面白いじゃんって思うんだけど、でも客観的に見たら、え、それどうなのっていうのもまああるよね。なのでまあ今までに登場していない新たな神とか精霊がね登場するかもしれないんですけど、まあ夜叉姫内でね、じゃあ誰がいるかなって考えてみますと、まずやっぱり時代樹の精霊になるんじゃないかなと思います。先ほども言った通りね、親族であることから第一の条件はクリアしておりますし、第二の条件の方も時代樹にね、まあその時空を超えるっていう力があるわけですから、まあこれも達成していると言ってもねいいんじゃないかなと思います。さらにこの精霊に関して言うならば、その初めて夜叉姫たちに会った際に、麒麟丸を退治してくれ、討伐してくれと最初にね依頼してくるわけ、まあ、このことからもはや退治してくれってもう滅ぼそうとしてるじゃん。だからこれもう予言の正体時代樹の精霊で確定じゃないかなって、これ動画作ってる時に思ったんだけど、あとその精霊が麒麟丸の説明をするときに、麒麟丸はこの世を末法末世で飲み込む全てを無に返そうとしている、だから倒さないといけないよって話をしてたんだけど、まあこの時はね、ほんと第4話とかだったんで、麒麟丸ね、木の字も出ておりません。だから、ああ、麒麟丸ってそういう悪い妖怪なのかなと思っていたんですけど、今思いますと、あの正々堂々戦うことを望んでいた麒麟丸様が、そんな悪いこと考えてるのかなって思っちゃうよね。まあ俺ちょっとあんまり関係ないんだけど、まあともかくだいぶね、そういう面々から時代樹の精霊ってね、怪しいんじゃないかなと思います。で、次にコメント欄であったやつなんだけど、妖霊星なんじゃないかなっていう説ね。まず第一の条件に関しては、さすがに人ではないよねって思うけど、
でも、妖ってついてるから、あやかしではあるんじゃないかなって。うん、けど、次の霊ってついてるから、そういう神様、親族系統なのかなと。あと、もしくはその汎用みたいに、妖怪と神、精霊のハーフ。そういう説もね、考えられるんですが、まあ、それはそれとすると、汎用の時と一緒で、条件1の方はもう、あやかしが入ってるわけだから、個人的には微妙かなって感じ。で、次に第2の条件の方は、こいつは別にね、500年ごとに地球に近づいてるっていうだけなので、だから、時空を超えてるわけじゃないんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかこれ。宇宙を漂ってるから時空を超えてるって言えなくもないの。そこら辺のね、言葉のトリックに操られちゃうんですけど、でも言葉通りで受けるならば別に超えてないから、第二の条件もこいつに関して妖霊星に関しては微妙かなと。けどこの妖霊星は欠片がねちょっと地上に落ちただけでも人間と妖怪両方に甚大なね被害を与えることから、麒麟丸を滅ぼす存在、この一点に関してだけ言えば最も優れた存在なのかなとも思います。で、最後にこれ余談なんだけど、イニエシャの世界で仙人っていうのがいて、まあ、ヤシャ姫でもニコ仙っていうね、妖怪になった元仙人が登場したと思うんですが、こいつらは仙気というね、霊力とか法力とか、これに似た力を操れるやつのことを仙人って呼ぶだけで、だから人が仙気を使えたら人の仙人だし、妖怪が仙気を使えたら妖怪の仙人っていうだけで、本質的には人だし、妖怪。っていうことから、第一の条件にはその言葉通り受けるとそもそも合わないんじゃないかなと思うので、至高の玉の予言の正体としてはちょっと可能性が低いんじゃないかなと思われます。はい、ということで、ね、今回は至高の玉の予言の正体について話をしていきましたが、まあ、個人的にはやっぱりね、時代時の精霊が本命かなと思っておりますけど、まあ、ぜひ皆さんもね、こいつじゃないかなとか、こういうのも怪しいですよというのがあればね、ぜひコメントいただけたら、僕もね、それを元に動画作れるので、ありがたいかなと思っております。まあ、他にももちろんね、感想とか、こういう別のね、考察、こういうのはあるんですけど、考えてみてはいかがですかとか、あれば、ぜひ書いてもらえたらなと思っております。では、ありがとうございました。以上。